はい、じゃあ今回ね、ユピテルの評価ぶち下げていきたいと思います。ってことでね、ここ来ました、パラドックス。ここね、貫通ゲー、基本貫通ゲーなんで、ここじゃね、多分力を発揮できないと思うんですよね。あんまりね。まあ一応、味方にコピー枠連れてきたんで、まあ友情、この弱いランページ、ランページジャクソン。え？ああ、まあ、スクランブルレーザーか。ランページじゃねえ。スクランブルレーザーじゃねえ。今時ね、こんなの倒せる。ね、倒せないでしょ？撃ち漏らしたのこのボンバーマンでどうにかしようとするのは間違いないよね。はい。で、しっかり、まあ、ここは、おーい、どうなったこれ。倒してって、全然でもね、使うとこもないしね、今んとこその、もう近畿とかで使ってもね、あら、倒し、あれ？どうしようかな。これでもどうしようもなくね。上抜けてなんとかしていくか。これ叩けないんでね、ここだと。ざまみろって感じですよね。結構削るな、友情。なるべく、ああ、強っ。アザールが強い。アザールが強い。アザール。とりあえずよ。とりあえず微妙いな。まだ今んとこ全然、やっぱ、弱いなって感じですね。評価的に。ユピってないんですよね、なんか。ユピ出てないというか。ちょっと待って待って、ボンバーマン強くはないけど、強くはないよ。それはちょっと間違いかけた。危なかった。間違いかけた。オッケー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 。なんとかいったって感じね。ここをとりあえず2体当たってみるか。本番、ちょっと待って。え？強えやろ。どう考えても強えやろ、こんなん。見て。強さ見て。え？強いやろ、これ。どう見ても。ああ、どうしようかな。どうしようかな。これじゃちょっとどうしようもないな。こんだけ。SS も多分大概強いと思う。これちょっと離れるとさ、でも、ああいう端っこにおる敵はちょっとやりにくいな。どうやら。そんな感じはあるわ。さすがに。で、近づけんけ、ウィンドウで。意外とそこら辺手こずっとかもしれん。ああ、こうなったらもう余裕やわ。さすがに。SS 使ってみたいな。電撃を放つ。絶対強いやろ。いや、うん、強いんですよ。強いのは間違いない。でももうちょっと、こう、なんていうかな。もうちょっと見せてやりたいんやけどね。はい。これでブーストもかかっちゃったんで、これ多分普通に殴っても倒すんよね。底力も出らんな。まだ底力もこれについてくるけどね。底力 M か。友情強っ！底力 M もついてくるんでね、これに。おったまげですよ。おったまげって言わんやろ、今時。うわ、難しい配置になったな、おい。まあ、しょうがないね。1体だけとりあえず当たった。あ、2体当たったね。強いな、友情。ちょっと待って。これ、どうなって。敵に、何やったっけ？敵に当たるたんび電撃？あー、敵当たれるこれ。そもそも。乗っちゃってんじゃない？もう1段階目やな。2段階目たまらんかったんで。バカ強いやん。なんなんこいつ。こんなことある？言っといてや、準備するけ。ということでね、評価なんかぶち下がるわけないんですけど、強かったですね。よし。